払い、前で欲しがっているのは小池、シュートを打ってきました。先制、東京ヴェルディ新井。これもクリアボールを拾ってもう一度右に広げるんですけどね、今度は自分で仕掛けてシュートですよ。ちょっとキーパーノーチャンスですかね、あのコースは。福村のところも寄せてきましたが、長いボールを選択。そして山下が入ってきます。つないで佐藤龍我の東京ヴェルディ追加点、ロングボール山下の落とし、最後は佐藤龍我、今シーズン13点目。ここから長いボールなんですけども、センターバックのところでうまく体を当てて。ボールに触り、佐藤から山下のところですね、このヘディングがどうだったのかというところですね。ロングボール、佐藤が頭に当てて山下からもう一回佐藤というところですが、一番最初のところですね、はい、そこを相模原の選手たちはアピールをしておりましたけれども、こぼれていますが、後ろから入ってきました深澤のシュート、ちょっと遠ざけましたが、これどうかな。最後シュートをきました。ヴェルディ追加点3点目。77分です。最後は深澤。この後のシュートでしたけども。最終ラインのところで相模原のディフェンダー1枚残ってましたから、木村ですかね、オフサイドはないですね。